AKB48 のナッキーさんこと、内山夏希さんの通っている大学名が、ラジオ番組中にバレてしまいました。生放送でした。内山夏希さんは、初めての出演だそうで、すごく初々しい感じでした。ラジオ番組は、日本放送の、AKB48 のオールナイト日本です。4月30日のことです。経緯は次の通りです。この日、AKB48 の内山夏希さん、大家志津香さん、高城亜希さんが、出演していたのですが台本に、反乱、という言葉が出てきたのです。そして、大家志津香さんと、高城亜希さんが読めずに迷っていたところ、内山夏希さんが、反乱、と答えました。この時です。大家志津香さんが、さすが慶応大生、と言ってしまったのです。後でいろいろとフォローも入りますが、内山夏希さんは、多分大丈夫だと思います。と言っていました。慶応の SFC とはどんな大学かというと、もちろん慶応大学なのですが、よく知られている三田や日吉のキャンパスとは違い、もっと都心から離れているところにあります。湘南台の駅からさらに15分ぐらい、バスに乗っていきます。新宿からだと小田急線で相模大野まで行き、小田急江ノ島線に乗り換えます。急行を使っても1時間以上かかります。それにしても慶応大学に通いながらアイドルとはすごいですね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。